Hunter FM 897 Utah at home。 みんなおかえり。インターフェーム897 NCT 127 Utah の Utah at home。 毎週金曜日の夜11時、僕 NCT 127の Utah が DJ を担当しています。最近の僕ですがもうね、この前も言った通り、僕ね、すごいスカにハマっちゃって、最近ね、二つ言葉ハマってるやつありますよ。まあ、いらっしゃいませとスカヘっていうのにすごいハマってるんですけど、あとですね、最近ね、すごいたくさんのメッセージをいただくんですけど、メッセージをね、やっぱり時間内に読み切れないことがたくさんあるので、今日はね、初めにメッセージを一つ読んでから始めようかなと思います。ラジオネーム平塚さん、ゆうたさんの親世代のものです。金曜を楽しみにしています。年末に翔太郎くんを機会に NCT の大ファンになりました。翔太郎聞いた？おめでとう。翔太郎のファンだって。みんな可愛い息子たちです。ありがとうございます。そして韓国語も話せたらいいなと思い、読み書きからゆっくりやっています。なかなか覚えられませんが、今ではそれが励みとなり楽しみともなりました。これからも応援して聞きます。毎日うるおいをありがとうございます。頑張れといただきました。ありがとうございます。平塚さん、やっぱりね、すごい、僕ね、年齢とかその男女に関わらず、応援してくださる方だったりね、こう支えてくださる方っていうのはすごい大切にしていきたいので、これからもね、平塚さん、僕、そして翔太郎、NCT、応援よろしくお願いします。そして韓国語頑張ってください。応援してます。ファイティン。ということでですね、僕にね、これからも皆さん、どんどん皆さんの声を届けてください。番組ハッシュタグはゆうた897、ゆうた897、メールはゆうた897 @interfm.jp、 ゆうた897 @interfm.jp です。これいいですね。やっぱりこの初めの方はさ、やっぱり俺の最近起きたことだったり面白かったことっていうのを喋るようにしてたんですけど、こうやってやっぱりたくさんの方からメッセージいただくんで、この時間に、メッセージを紹介するっていうのもね、ありだなと思いました。そしてですね、僕ら NCT127 の曲はもちろん、その他ね、今僕が皆さんに届けたいいい曲をたくさん、皆さんに紹介していきたいと思います。それでは早速なんですけど、1曲目をお届けしたいと思います。 NCT127 でスーパーヒューマン。Utah at home。 インターフェーム897からお送りしている NCT127 ユータのユータアットホーム、 DJ は NCT127 のユータです。お送りしたのは NCT127 でスーパーヒューマンでした。はい、今週のね、前半はですね、ちょっとトークということなんですけど、まあ、テーマがね、何個かありますね。今回テーマ1は卒業ですね。皆さんね、卒業シーズンということですが、学生生活はいかがでしたでしょうか。もちろんね、あんま楽しくなかったっていう人もいると思うし、すっごい楽しかった、もうこのまま、ね、時間が止まってくれたらいいのになーって思ってる方はね、まあ、それぞれいらっしゃると思うんですけど、まあ、僕自身ですね、まあ、小中はまあ普通に卒業して、で高校は、沖縄のね、通信高校で、卒業式をねやったんですけど、やっぱりね、卒業式っていうのはどれもね、すごい印象深くて、特に多分意外と思うかもしれないんですけど、僕ね、高校のね、通信の卒業式は未だにこのもう印象深くて、僕の人生の中で多分一生忘れられないんだろうなっていうぐらい印象深いですね。まあ通信高校なんでね、やっぱりすごいたくさんの方、たくさんすごいこのいろいろなね、考えを持った、人たちがね、やっぱり来るんで、すごい新鮮だったし、まあその高校自体は1年にね 2,3 週間ぐらいしか行ってなかったわけね。行ってなかったんだけど、その 2,3 週間ですごいね、打ち解けて仲良くなったし、最後ね、もう卒業式の、スピーチを代表して喋る人がいるじゃない。でその人のスピーチを聞いて、その人ともすごく仲良くなったんだけど、その人のスピーチを聞いてもう号泣しちゃったっていうね、もうすごい思い出があります。
それぐらいね、未だに印象深い卒業式でしたね。まあ今はそのね、コロナの影響だったりで卒業式の規模が小さくなったり、謝恩会がね中止になったり、学生の方はすごいね、このもどかしかったり大変だったりしてると思います。僕のねインスタのねフォロワーも学生の方たくさん、いらっしゃるということで、この番組ね聞いてくれてる卒業生のみんなに僕からまあ簡単にエールを送らせていただこうかなと思います。うん、まあその卒業式ってまあそのすごい特別な儀式でもあるし、この卒業式ができなくなった、規模が小さくなって、ってそれですごい嫌だなとかもどかしいっていうねなってる卒業生の皆さんたくさんいらっしゃると思うんですよね。でもまあその卒業式ってできなかったり、自分の思い描いてる卒業式ができなかったとしても、その学校で学んだことをたくさんの思い出ですね、経験だったり、泣いたり笑ったり、時にはね喧嘩してもう絶交しちゃった友達でも仲直りしたりって、すごいたくさんのことを学んだと思うんですよね。でその卒業式ができなかったとしても、その思い出だったりっていうのは絶対に経験になってるし、糧になってるって僕は思うんで、それをね、その思い出を作ってくれた学校だったり、友達、そしてそれをね支えてくださったその親御さんだったりっていうのにすごい感謝をする儀式でもあるわけじゃないですか。だからそういうみんなに、僕は卒業生の皆さんに感謝してほしいなと思いますね。俺自身もね日本に行った時はねそういうのに気づけなかったんです。当たり前に卒業式してで花やばらになってっていうのを、そんなになんて言うんだろうな、卒業式に対してすごい思い入れっていうのはなかったんだけど、やっぱり俺は離れてから気づかされたね、その時間だったりその人、助けてくれた人だったり先生で、自分の家族ですね、親だったりっていうのに感謝しないといけないんだなっていうのを、こっちに来てからねより一層強く感じたし、こういうね話をしながらもより一層ね、やっぱそういう人たち、周りの人たちだったり、いつも助けてくださる、スタッフのみんなだったりメンバーっていうのに感謝をもう一回したいなと思いましたね。だからみんなも、卒業式っていうのにとらわれずに、今まで自分たちがやってきたことだったり思い出っていうのを強く噛みしめて、その人たちに感謝してほしいなと思います。そしてもう卒業したらね、多分自分の進路に向かって強くね向かっていく方たちがたくさんいらっしゃると思うんですけど、堂々と胸を張って、自分の人生を歩いていってほしいなと思います。僕 NCT127 のゆうたもね応援しています。みんな卒業おめでとうございます。頑張ってください。ファイティン。ということでですねここで、曲紹介に行きたいと思います。卒業生のみんなにね送る曲って、俺たち NCT127 の曲で何があるだろうって考えたんですけど、自分が、しんどい時だったり辛い時に聴く曲をね皆さんにお届けしたいと思います。 NCT127 で Not Alone、 そしてロングスローディスタンス。ときめく心のまま、あたざまいるつ。インターヘム897からお送りしている NCT127、 ユータのユータアットホーム、 DJ は NCT127 のユータです。お送りしたのは NCT127 で Not Alone、そしてロングスローディスタンスでした。はい、続いてのテーマはですね、直感です。皆さん、直感をね辞書で引くと、推理考察など理論立てて考えるのではなく、感覚によって物を捉えることだそうですね。みんな、ゆうたみのみんなは直感をどのくらい信じてますか？実はね、なんか研究結果によれば直感は当たるらしいんですね。例えばここに例があるんですけど、スイスの子供たちに、自分の船の船長にはどちらがなってほしいかと議員さんのね顔写真を見せて選ばせたところ、選挙結果と同じになったそうです。すごいよねこれね。だって何も知らない子供の直感と、大人たちがさ慎重に考えて出した結果が同じだったらしいんですよ。まあ僕自身も直感を信じるタイプというか、
その多分ね、俺、その考察したり、その論理的に考えて、これはこうだから、ああだから、これはこうだっていうのを考えるのが多分苦手なタイプなのかもしれないね。うん、なんか、オーディションね、受けるときも、すごい直感だったんですよ。例えば、その、オーディションの話前もしたと思うんだけど、本屋さんに行って、ああ、なんかオーディションないかなって探してて、で、たまたま SM エンターテインメントのオーディションがあって、直感でね、これだっていうのはもう分かってたんですよね。で、ダンスも歌もしたことないのに、なんかね、俺韓国行くわっていうのを確信しながら受けてた記憶はありますね。うん。まあね、その直感とか根拠のない自信は、韓国に来て、まあ一回ね、コッパみじんにされたっていうね、思い出もあるんですけど、まあそれは置いといてね、直感は大事にした方がいいなと僕は思います。なんとなくね、その人生のターニングポイントだったりって時に、もちろんね、論理的に考えてね、こう策を練って、これはこうだから、あれはああだからって考える人ももちろんいると思うんだけど、俺ね、そうしちゃうと、怖くなっちゃうのよね。もし外れた時とか、もし失敗した時っていうのが頭に浮かんじゃうタイプだから、なんとなく直感で、あ、これだっていうのに行った方が、うん、なんか失敗した時でも、まあ、いっかって思っちゃうけど、なんかその策をねってこう時間をかけてやって失敗した時の多分俺立ち直れないタイプだと思うんですよ。うん。まあね、そこはみんなのタイプとか性格によって分かれるんだろうなと思いますけど、ただね、なんとなくビーンときたりね、俺これいけるとか、私これいけそうとか、直感を一回信じてみるのも悪くないし、まあ俺はその直感を大事にしたいなっていうタイプなので、まあ皆さんどっちですか？皆さんは策を練って考えるタイプか、直感を信じるタイプか、多分分かれると思うんですけど、ね、どっちもいいと思います僕は。それはね、もう性格なので、ただ僕は直感型でっていうことです。はい、ね、じゃあ次の曲紹介したいと思うんですけど、僕ね、この直感のテーマが出た時に、あ、この曲いいなと思った曲があって、それは 何かというと、ワンオクロックの完全感覚ドリーマーなんですよね。歌詞で This is my own judgment っていうところがあるんですけど、これは俺の考えたやつだ、考えたあれだっていうのがあるんですけど、その歌詞が、わあ、これ直感、うん、俺が考えてんだから誰も言わせねえみたいな、その直感のテーマに結構沿ってるなと思って、みんなに紹介したいと思います。ワンオクロックで完全感覚ドリーマー。インターフェーマ897からお送りしている NCT127 ユータのユータアットホーム、DJ は NCT127 のゆうたです。お送りしたのはワンオクロックで完全感覚ドリーマーでした。さて、ここで予告ですが、来週の放送でゆうたすごろく、ゆうたクエストに続く第3弾、ゆうたの無人島脱出。くせ、なんかだんだんなんか凝ってきてますよね。てかまたやんのかいっていう話なんですけど、きっとね、登場するであろう早口言葉の練習を今週は実施したいと思います。はい、なんかね、早口言葉めちゃくちゃ下手だったじゃん、この前も。そう、俺あんま滑舌そんなに良くないのよね。で、そのスタッフさんがね、その早口言葉をうまく喋れる方法っていうのをここにね書いてくださっていて、その1、母音を意識する。例えば生麦、生米、生卵ですと、なあ、ま、あ、む、う、ぎ、いっていう母音をね、強調して言うとうまく喋れるよっていうことですね。言い換えてみましょうか。生麦、生米、生卵、生麦、生米、生麦、生米、生卵、生麦、生米、生卵、生麦、生米、生卵。ほう、言えてるじゃん。言えてるやん。はい、ということで、その2がですね、口角をきちんと上げる。口がね、への字だったりするとうまくいかないようなので、笑顔の時のように口角を上げて言うといいですよ。満面の笑顔で口角を上げて、生麦、生麦、生卵を言ってもらえますかって書かれてるわ。ふぅ、じゃあ言うよ、めっちゃ満面の笑みするわ。生麦、生麦、生卵もう一回いきます。うん、いい。生麦、生麦、生卵、生麦、生麦、生卵、逆に言われへんねんけど笑いすぎて、だからトゥーマッチはあかんねんな。満面の笑みじゃなくて、皆さん笑顔ぐらいでいいですよ。うん、
生麦、生米、生、ほらほらほら。その2、口角をちゃんと上げるっていうのは、まあまあ、そんなに上げなくていいですよ。笑顔ぐらいでよくて、その1のね、母音を意識するっていうのが一番、うん、いいなと思いますね。またね、早口言葉は世界中にあります。スタッフより、ワールドワイドに活躍するゆうたさんなので、もしかしたら英語でも早口言葉が出題されるかもしれません。なので、英語の早口言葉にはチャレンジしてみましょうとのことで。ああ、嫌なとこついてくるよね、英語とか。で、一応例が、ビッグブラックバック、ビッ、あ、ビッグブラックベア。発音合ってんのかな？じゃあ、とりあえず行きますよ。母音を意識、そして口角をきちんと上げるっていうのを意識しながら。A big black, a big black black bear, a big black bear. 何言ってんのっていう話なんですけど、みんなこれどうですか？できますか？多分ね、この英語のやつは、とりあえず練習しときますね。生麦、生米、生卵は多分言えると思うんで。あと、何だったっけ？この前できなかったの。あったよね。あ、東京特許特客。都下局長、今日急遽休暇許可拒否だ。そう。この二つは、次のね、何だったっけ、無人島、ゆうたの無人島脱出をするときまで、ちょっと練習しておきます。はい。ということで、ここでね、一曲お届けしたいと思います。NCT127 で、ブーム。花、ドア、シェ、ね。ゆうた、at home。インター FM897 からお送りしている NCT127 ユータのユータアットホーム、 DJ は NCT127 のユータです。お送りしたのは NCT127 でブーム。はい、ここでですね、ユータ's パワープレイ、おなじみのコーナーですが、毎週テーマに沿った僕のオリジナルチャートトップ3をね、発表していこうと思います。今週のテーマはですね、最近、教えてもらって、おちょっと聴くようになった、あ、いいじゃんって思った曲のトップ3を皆さんに発表していこうと思います。ナンバー3はですね、スリーハウスの You ですね。この曲はですね、この前テヨンが日本のアーティストさんですごいいい人いるよっていうのを教えてくれて、誰っていうのを聞いた時にこのスリーハウスさん紹介してくれたんですよね。で、曲を聴いていくうちに、うん、すごいいいなと思って、最近はこの You っていう曲をね、聴いてます。で、ナンバー2はですね、これは日本のね、友達が一回カバー してよとか、練習してこの曲でしてみてよって言って教えてもらった曲なんですけど、小田和正さんのさよならは言わないという曲ですね。この曲もすごいいい曲ですね。うん、なんか黄昏る、この曲聴くと。そう、だから夕日がこう綺麗な時にドライブしながら聴いてみてください。皆さん、どこでもいいですけどね、川があるところに寝そべりながら聴いてもすごいいいと思います。そしてナンバーワンは、シャイニー先輩ですね。シャイニーの Don't Call Me ですね。これ多分最近出た曲なんですけど、先輩たちが、すごいカムバックがすごい久しぶりだったので、僕も拝見させてもらって、やっぱりかっこいいなと思いましたね。曲も中毒性もありますし、コンセプトだったりダンスパフォーマンスも一緒に見たらもっといい曲になるんじゃないかなと思います。ということで、この3曲の中から2曲を皆さんにお届けしようと思います。どうしようかな、全部いい曲なんだよな。じゃあ、今回は、スリーハウスさんのユーと、シャイニー先輩のドントコールミーを皆さんに紹介したいと思います。スリーハウスでユー、そしてシャイニーでドントコールミー。インターフェーマ897からお送りしている NCT127 ユータのユータアットホーム、メッセージもやっぱりたくさんいただいていますので、今日も紹介していこうと思います。ラジオネーム中本まさちさん、ゆうたくんこんばんは。こんばんは。いつもラジオを楽しみに生きています。ありがとうございます。明日は美術大学の合格発表です。緊張する。
実はこの大学を受けるのは2回目です。浪人中気持ちがネガティブになる時が多かったのですが、大好きなイリシルの曲や NCT の曲を聴いて気持ちを奮い立たせました。特にファイアートラックはとても気持ちが上がります。ゆうたくんは気分を上げる時どんなことをしていますか？これからもずっと応援しています。美味しいものをいっぱい食べて頑張ってください。サランヘッと来てますね。ラジオネーム中本雅治さん、ありがとうございます。気分を上げる時か、気分を上げる時なんだろうな。いや、もう音楽ですね。僕もロックとかハードロックパリッパリもう大音量で聞いて、だからミュージックビデオとかもさ、なんか個人カットの時って待つ時間が多いじゃん。でそろそろだなって思う30分から1時間前ぐらいから、そのテンションを上げるために自分の好きな曲を聴いて、モチベーションだったりそのテンションを上げていく、上げていきますかね。そんな感じ、多分一緒ですよ。好きなアーティストさんの音楽を聴いて、それでブーってテンションを上げるみたいな、そんな感じですね。というよりね、やっぱりね、最近すごく感じるようになったんですけど、俺たちの音楽とか、ね、今僕がやってるこのラジオとかってやっぱりね、みんなの力になってるんだなっていうのにすごい感動してます。本当に、なんか直接的にさ感じることが少なかったわけよ。でもなんか最近すごい感じます。なんでこの責任感っていうか、俺たちの好きにいてくれるファンのみんなはすごい大事にしたいなと思うし、これからもね応援よろしくお願いします。質問にあった通り僕も音楽を聴きます。じゃあ次行きたいと思います。ラジオネーム奥田アンシエルさん面白いね名前、奥田アンシエルだって。ゆうたくんこんばんは。ただいま、あ、おかえり。私はラジオヘビーリスナーなのですが、ラジオはテレビや他の媒体と違ってより人を深く身近に感じられると思っていて、ゆうたくんのラジオはゆうたくんの考え方や優しさ、メンバーやファンのみんなへの愛がよく伝わってくる素敵なラジオだと感じていました。いつも元気をくれてありがとうございます。いや、こちらこそありがとうございます。さてユーターズパワープレイのお題ですが、ラルクが大好きなゆうたくんのラルクで特に好きな曲、思い出深い曲があればエピソードとともに教えてください。私もラルクで育った人間です。だからか、奥田アンシエルさん、なかなかどうにもならないことも多い、今ですがコンサートで会えることを楽しみに頑張ります。ゆうたくんもどうか健康に幸せに過ごしてくださいといただきました。奥田アンシエルさんですね。ラルクで特に好きな曲ですか？一個に絞れないんですよね、ラルクさんは。もう全部好き、全部好きなんですけど、一個か。いや、一個に絞るとしたら、うわぁ、難しいな。俺が個人的に好きなのは、やっぱアネモネかな。アネモネを初めて聞いた時ね、泣けましたもん。なんかこの、すごい、このストーリー性があるじゃないですか、あの曲って。で、なんか、自分で曲を聴いて想像する時に、こういう結末で終わるんだろうな、アネモネのさ、歌詞とかその、見て聞くと、バッドエンド、な感じがするじゃん。なんとなくこの恋が実らなくてバッドエンドで終わるんだろうなっていうのと、ハイドさんの声と、もうその音楽メロディーの深みで、それがより一層伝わってきて今でも聞いてます。アネモネですね、僕は。はい、大丈夫ですか、奥田アンシエルさん、ということです。ラジオネームおはぎさん、ゆうたくんこんばんは。毎週ラジオ楽しく聞かせてもらっています。自分は好きな音楽のジャンルが偏りがちだったのですが、ゆうたアットホームが始まってから、ゆうたくんのおかげでたくさんの音楽に触れ、たくさんの素敵な曲に出会うことができました。ありがとうございます。いえいえ、こちらこそありがとうございます。私はおしゃれが好きなのですが、 JCC で、あ、ジャシシーね、ゆうたくんとジャニーさんがネイルに挑戦しているのを見てとてもかっこいいと思いました。ネイルの件もそうですが、高校生の頃に夢を叶えるために渡韓したり、多くの場面で新しいことに挑戦しているゆうたくんを見ていると羨ましいと感じると同時に、私もゆうたくんのように新しいことに挑戦してみたいと思います。
初めてのことに挑戦するときは不安などもあると思いますが、ゆうたくんはどのように克服していますか？克服方法があれば教えてください。これからもずっと応援、日本から応援しています。大好きです。新しいことあんましてるかな、これあんましてないと思うんですが、まあネイルとかかな。ネイルとかは、でもあれじゃない、多分みんな個々に新しいことはしてると思うんですけど、俺がさ、結構そのあんまり K-POP にないジャンルだから、多分ね、みんな注目されると思うんですけど、俺は別にそんな新しいことをしてるつもりはなくて、ただ自分がやりたいことをやってるだけで、そのなんかあれじゃないですか、その舞台に立つ時になんか何か一個欠けてて、自信なくステージに上がるよりかは、別に自分がネイルだったら、ネイルした時にもっとかっこよく見えたり、見てくれてるお客さんの前で自信が上がるなら、それは俺した方がいいと思うんですよね。で、こういうのやめなさいとか、こういうの似合ってないよって言われるかもしれないですけど、まあその人はもうその人の考えで、で、俺は俺の考えがあって、で、それをとやかく、僕は俺も言うつもりないし、そこに関しては全然挑戦っていうか、もう好きなことをやる、やった方がいいと思う。だって後悔するもん絶対。そうだから、なんか挑戦って言ったらさ、めちゃくちゃ重いじゃん言葉が。もう挑戦って聞いただけでさ、挑戦して失敗してとかじゃなくて、ただあなたの、なんだろう、おあげさんがね、やりたいこと、興味のあることを、でっかいことからじゃなくてもいいから、ちっちゃいことあるじゃん、それをやってほしいと思います。僕ね、最近すごいまたね、自信をもらう言葉を知人からもらって、それは何かというと、人のその意見とかすごいたくさんあると思うけど、それに対して深く考える必要はないじゃんって。君は君で、しかもすごい似合ってるよって言われたんだね。そう、それで、ああめちゃくちゃ自信もついたし、そう言って考えてくれる人もいるんだなっていうのも分かったし、だから、おはぎさんもね、自分のやりたいことを少しずつやってみてはどうでしょうか。全然挑戦とかそんな重い感じで捉える必要はないので、頑張ってほしいなと思います。ファイティン。うわ、もう最後の時間ですね。今週のラストをお届けする曲は NCT127 のリップスティックと君君にしようと思います。 NCT127 でリップスティック、そして君君。お送りしたのは NCT127 でリップスティック、そして君君でした。今週の NCT127 ユータのユータアットホーム、いかがだったでしょうか。どうでしたか。なんかあれですね、卒業、そして直感、なんかすごい今回はトークだったんですけど、皆さん楽しんでいただけたでしょうか。僕もね、なんかこうラジオしながらすごいたくさんの相談だったり、こういう卒業だったり、あんまり普段考えないことをさ、テーマにしてもらえるから、すごいいいなと思ってるんだよね。なんかそこに対して、考える時間ももらえるし、で、こう、あ、で、あ、これこうだな、とか考える時間があるから、すごいね、このラジオを通して、僕自身も、成長させてもらえてるな、と思っています。はい。皆さんにもね、そういう、このラジオが有意義な、そんな時間になってくれたら嬉しいな、と思います。皆さんの声も、僕にどんどん届けてください。番組ハッシュタグは、ゆうた897。ゆうた897。メールは、ゆうた897、@interfm.jp。ゆうた897 @interfm.jp です。あ、それとね、言わせてた、トップ3のやつはね、みんなからいただいたやつは次のあれで紹介します。はい。お、そしてですね、皆さんに、ちょっとね、これもすごい激アツな情報なんですけど、3月19日にですね、 NCT127 初のミュージックステーションに出演します。ありがとうございます。皆さん、もうめちゃくちゃ上がりましたよ、この情報を聞いた時は。ついに出るのかと、 NCT127 がミュージックステーションに、まあ出たいとずっと思った番組なので、すごいね、
パフォーマンスもトークも頑張りますので、皆さんね3月19日ぜひ見てください。はい、それでは来週もインターフェーム897でお会いしましょう。金曜日夜11時になったら僕の部屋へまた遊びに来てください。 DJ は NCT127 のゆうたでした。それでは皆さんいってらっしゃい。バイバイ、おやすみ。You're my first love.